ありがとう。どうしたの？アレックスの帰りが遅い。博士だ。ジョナ、助けてくれ！何いる？わからない。怪我は？人影はない。ビビって逃げたか。相当走ったからな。汗もかいてないのに。私もまだ若いな。敵を連れてきたかったの。これで2回目ね。え？違う。あの時は君がいない間に奴らに捕まって。何の話なの？やらないとみんなを殺すと奴らに脅されたんだよ。君にも警告しようとした。時間の無駄だよ。あんたたちの間に何があったか知らないし、はっきり言って興味もない。違うんだ。あと一言でも言い訳したら、そのお金かかってそうな歯を私がへし折ってやる。レイエス、やめてくれ。仲間割れしてたら助からない。その通り。だからあんたたちももうやめていいね。アレックスを探しに。工具はどこ？機関室だよ。でも心配いらないと思うけど。じゃあすぐ戻ってくる。ララ、待って。これを持っていくんだ。君にあげようと思って取っておいたんだ。すごく強力で、ほとんど何にでも矢を打ち込める。ありがとう、ジョナ。ララ、エンジュランス号は崖の向こう側にある。さっきの弓を使えばたどり着ける。桟橋から岸壁に矢を撃って。敵の気配はある？いや、静かだ。もしいるなら何を待ってるんだか。もし。いるならね。ねえララ、疑ってるのはわかるけど、今は協力しないと。博士は興奮して浮かれてるかもしれないけど、裏切ったりはしないよ。そうだといいけど。何か面白いもの見つけた？ロビンソン・クルーソーの本。皮肉じゃない？最後には島を脱出する話でしょ。きっと幸運のサインだと思う。我々は自らの誠の状況を、その真逆の状況が提示されるまで理解することはないのである。だってねえ、私たち助かるよね。心配することはないさ。大丈夫、助かるに決まってる。安心したまえ。ララがアレックスを連れてきたら、そしたらみんなで。彼らも何と唱えていたんだったか。ララ、頼む、分かってくれ。城でのことだが、どうしようもなかった。どうかしら。うん、まあ、その話をしてる暇はないんだ。ここで見たものを全て記録しなくては。歴史も文化も素晴らしい。今エンジン引き上げの準備中。せんならジョナと私で引き上げて修理に取り掛かる。工具がいるんだ。だから必ず持って帰ってよ。ねえ、遊んでないで。工具はエンジュランス号にあるよ。もうすぐエンジランス号に着く。取ってくるのはどの工具だっけ？アレックス、心配してたよ。ブレーカーバーと他の工具一式を取ってきて、あれがないと修理できないんだ。分かった、探してみる。今、ララがそっちに向かってるから合流して。ララが？大丈夫、一人で平気だよ。じゃあ行ってくる、無線オフにするよ。アレックス、何してるの？一体何だ？
カッとなって飛び降りて死んだって言え。お前が撃ったんだ。細けえやつだな。どうせ死体も見つからねえよ。お前なんであんなことしたんだよ。うるせえからだよ。おかしくなりそうだったぞ。太陽の女王が太陽の女王がって四六時中ブツブツ祈ってるし限界だった。気絶させるだけでよかったな。ついカッとなっちまったよ。この島のせいだ。気持ちは分かる。頼むから自制してくれよ。絶対誰にも言うなよ。分かったよ。手を貸せ。バラバラにされてる。命令に従って動くだけで、いつも上手いよね。でもボーダルのやつは先週全部運んだだろ。野球場の照明でもつけるっすか。やべえにすぎない。口を閉じて。いいか、持ち上げるぞ。城で何かあったのか。山の上に煙が立ち込めてる。トラブルなら連絡が入る。でも無線は一晩中雑音しか入らなかった。何かおかしいだろ。邪魔を口を閉めて。何か引っかかった。どうすんだよ。この班は最悪だな。いい加減にしろ。ガタガタうるせえな。この島にはうんざりなんだよ。毎日毎日キャラクター拾って何のためにこき使われてるんだ。マザーマサイヤスか、太陽の女王とやらか。あとどんだけこんなことすりゃ。待て待て待て、今のは。おい、どうしたんだ。大丈夫か。問題ない。だんだんだと発電機を運び出せ。全員降りてこい。
アレックス、お願いだから無事でいて。危険な目に遭わせちゃってごめん。俺はバカだったよ。最初は映画だった。
さん一人で行くのに、ここまでいかなかったよ。よし、これで OK ね。アレックス、今助けるからね。あとはアルバイターを溶かすだけ。見直しただろ。今助けるから。ごめん。ダンサーの夢は諦めるしかないな。何してるの？危ないじゃない。なら、俺はもうダメだよ。航空を頼む。諦めないで。俺の男がヒーローになれる貴重なチャンスだ。みんなが待ってるんだ。逃げて。早く。古い航海日誌。数ヶ月に及ぶ発掘調査の結果、この島特有の天候に関する新たな情報を入手した。また沿岸部の発掘現場からは鎌倉時代の名高い将軍の墓が見つかっている。この発見により謎解きに必要な情報が全て揃った。これでようやく嵐を制御できるだろう。基地に古墳が。嵐を制御するにはどうしたらいいの？謎を解かなきゃ。私が生き抜かなければ誰も生き残れはしない。島の先住者は私たちを狙っている。諦めるんだな。絶対諦めないから。